PS3 の基盤上に実装された RSX-RSX はソニーコンピュータエンタテインメントと NVIDIA によって開発されたプレイステーション3さん向けのグラフィックスプロセッシングユニットである。スは PS3 の GPU としてセルベースのメディアプロセッサー、セルリアリティシンセサイザーを検討していたが2004年末に NVIDIA との共同開発を電撃発表し、 G-Force ベースのカスタム版 RSX が採用された。RSX は G-Force 7800 GTX を PS3 向けにカスタマイズしたプログラマブルシェーダー世代のグラフィックチップであり G7-1 とは別に並行して設計、開発が行われた。同世代のゲーム機である Xbox 360とは違い、既存の独立型シェーダーエンジンと メモリシステムとなっているが、セルの SPU に描画処理を肩代わりさせたり、メインメモリにアクセスすることで、システム自体のグラフィック機能や性能を拡張できる。発表当初は、NVIDIA の中でも最先端の機能と性能を誇る、次世代チップであったが、コスト削減のためにメモリーインターフェースとロップユニットが、ミドルレンジクラスとなっており、最終的には、 発熱を抑えるために発表時のスペックからコアクロックとメモリクロックが引き下げられている。これらにより初期の開発キットで動いていた PS3 用タイトルは調整を余儀なくされた。また PS3 自体の開発遅延もあり、発売日直前に NVIDIA から GForce 8800シリーズを発表されてしまうことで次世代感が損なわれてしまったが、 SPU の活用が進むことで後年になるまで、グラフィックの進化が続き、リッチなビジュアルを実現したタイトルが供給された。ありがとうございます。